はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシーです。では信長の野望大使、信長プレイ続きをやっていきたいと思います。でここまでですね、畿内一円を勢力下に収めることに成功した信長なんですが、一方で武田に岩村城を奪われ、中国地方の毛利とも、今一時的に和睦停戦中ですが、すぐさま合戦が再開されるというところと、配下の三好が長宗我部に一方的にやられているというところで、ちょっと三好を救う余裕が残念ながらないと。というのもですね、画面上部兵糧が全くないので、合戦がねしばらくできないというような状況に追い込まれています。大軍を動かすとどうしてもね、やっぱり兵糧の消耗が激しくなってしまって、どうにもこうにも身動きが取れなくなってしまうんですよ。なので今後行っていく施策に関しては、お米の収穫が増えるもの、兵糧の収穫が増えるもの、あと兵糧の消耗が少なくなるものっていうのを少し見据えながら選んでいきたいなというふうに思っています。で一方画面の方ではイベント安土城完成の方が進んでいますね。で1ヶ月ばかりですね、時間軸は進めさせていただいていまして、その間にはですね、残念ながら受刑人が死亡しました。これは合戦によるものではなくて、おそらく寿命的なもので、普通にね死んでいきましたね。さあこれで安土城が完成しました。ちょっと安土城見てみますか、せっかくなんで。報告いたします。先月の終始でございます。これより表情を行う。お、吉本早速やる気を出してるな。商業はね、高いんで越したことない。いやー、さすが秀吉だな。気に入った。あとは、家康。これで表情を終える。農作業改革か。まあ、このあたりもやっといていいかな。最終的にはね、収穫に跳ねてくるところかなと思いますので。では純粋アシガルも入れておきましょう。で、ついでにですね、安土は、アシガルだけで固めてるんで、そういう意味ではね、このアシガルだけの純粋アシガルで攻撃力士気が上がるっていうね、今行った施策は生きてくるんじゃないかなと思います。でこれが安土城ですね。こんなところかな。さあではこの安土城を拠点に次々と地方を平らげていきたいんですが、ここで初めて毛利が長宗我部含めて進撃が止まったところになるのかな。先月の終始でございます。ちょうどね、毛利が初めて九州で敗北を喫したんじゃないでしょうか、今の合戦は。ではここはお米を買っておきます。ちょっとでもお米が欲しい。いや鉄砲かな。合戦する予定がない。今は鉄砲をとりあえず5万まで配備するっていうのを、最重要目標に掲げていきましょう。山名が毛利に挙兵か。兵は
いくらでも貸してあげよう。安土の兵はちょっとさすがに貸せないんで、安土以外の兵はことごとく貸してあげて、しっかり毛利を叩いてもらいたい。で、代わりに、お金か軍馬か鉄砲か、鉄砲だな。かたじけない。勝ってくれればいいんだけどね、しっかり。まあ、山名の戦力を考えると、普通に毛利の主要な武将たちとは戦闘力が離れすぎているんでね、ちょっと勝てる気はしないといえばしないんですけど。取引を行いましょう。かしこまりました。ありがとうございました。病には勝てぬか。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を行う。増した長森はさすがの商業だな、まあ、とはいえやっぱり光秀、気に入った。正信、まあ、この辺りが間違いないかな。論議はもう今や必要ないので、ここはやっぱり増した長森を入れて、ご覧の内容を採用していきましょう。これで表情を終える策がございます。かような策はいかがでしょう。まあ、1個は鉄砲防御上昇を入れておきますか。合戦絡みというところで言うと、総戦術はいらないので牧畜支援を入れておいて、どうしてもね、さっきからお話している兵糧を抑えるような兵団管理は入れてるけど、どうだろう、これ以上発展はないのかな。もうちょっとね、兵糧をしっかり確保しておきたいなっていうところがあるんですが、鉄砲証券収入上昇中、これ入れたいですね。そうすると商業があとこう10、軍事が5足りないのかな。ここは次の提案でしっかり採用できるように頑張りましょう。ついに中納言まで上り詰めたか。そうか、山名には浮田がいるんだな。それによっていくらか戦闘力が補正される形になってますね。先月の収支でございます。どうしても山名の武将だけだとね、まあ、こう言っちゃなんですけど、まともな武将がいないというところが強いんですけど、しっかり浮田直家とかね、そのあたりの武将が戦闘の指揮を取りつつ、信長軍の優秀な武将が増援として入っているって形かな。で、ついに鉄砲が5万を再び超えましたね。ありがとうございました。取引を行いましょう。さあ、これでいよいよまた兵糧が入ってくるので、毛利攻めを山名と一緒にやっていきましょう。武田の動きも少し気になるんですが。報告いたします。あとは山名はまだしも三好が長宗我部と再び戦端を開く可能性があるので、そこのあたりもしっかり注視をしていく必要があるかなとは思いますね。取り計らいます。ありがとうございました。
で、同盟の切れた赤松とは兵糧外交でちょっとでもね兵糧の上積みを図りましょう。で、ちょっと1ヶ月だけ様子を見ますか。というのも他国、特に武田あたりがね戦闘を仕掛けてくる可能性があるので。とりあえずいきなり戦争を仕掛けてくるってことはなさそうだな。であればこちらは毛利に対して戦線を布告していきましょう。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。長宗壁もねちょっと成敗したいからな。では早速兵を動かしていきましょう。前線基地からはですね山名に兵を貸している関係上少しばかり兵の数が足りないかなという感じはするんですが、どうだろう。こうやって見ると20日前後で兵が出せるのかな。いやー48はないな。剣入の28、35もちょっと痛いな。35、41、このあたりは解除しようだね。いくらなんでもかかりすぎるっていうことで、1ヶ月以内にやっぱりその集結できるのが最低条件だな。とするとだ、松永久秀、いやー微妙だな。義輝の2900、これもちょっと微妙ですね。そうすると半兵衛の5000、小六の4400、このあたりまでかな。あとは智則の6300、これで1ヶ月以内集結はできますね。でちょっと鉄砲が多すぎるんで智則は鉄砲をやめましょう。今だと信長、半兵衛、義高、小六もどうかな。ここは鉄砲をやめましょう。小六も鉄砲をやめる。こんなもんでいいかな。これでね、武田が万が一攻めてきたとしてもしっかり鉄砲隊を武田側にも配備できるのでバランスはいいかなと思います。で、赤松とはいつもの兵糧外交で同盟を交換条件に引き出すことができたので、このまま進めていきましょう。先月の終始でございます。これより表情を行う。まずは商業と合戦系が欲しいんですけど、合戦系が何も入ってないんで再考させましょう。貴様らの考え、これで合戦が入ってくるよね。論議はいらないんで、あとは商業なんですよ。商業で言うと、逆に商業がちょっと足りないかな。まあ6プラス2入って35以上になれば、40かな、40以上になれば一応鉄砲証券成長2みたいなの入るんで、まあ良しとしましょうか。あと部隊防御力上昇症、これ欲しいな。野戦築城はやりたいな。どう？これには米が55足りないのか、農業の55が足りないですね。じゃあ先に予定通り、もっと抵抗徴収80はいかない。商業が全然足りないんだな。商業は80でしたね。軍事が40で、商業が80でした。であれば、野戦築城を目指して次は農業。これ間違いなく覚えておきましょう。もうね、すぐ忘れちゃうんですよね、最近は。いやー、兵糧の消耗が激しいな、本当に。報告いたします。取引を行いましょう。取り計らいます。仰せの通り。ここは北条と謙信の合戦だけど、まあさすが謙信だよな、強いよな。謙信が合戦でまともにやって負けてるところってあんまり見ないですもんね。報告いたします。
先月の収支でございます。取引を行いましょう。常に鉄砲は補充していきたいので鉄砲は買っていきましょう。ありがとうございました。で、毛利軍の毛利高元、これは元就の嫡なんですね。でここは合戦の指揮は取らずに行く。確実に勝てるのであればそのままねじ伏せましょう。無駄死にはできぬ。お城を一つ二つとかすめ取っていきます。で、備中松山城は山名に任せて、こちらは山陰をそのまま進んでいきましょう。ルートとしてはガッサンと太城、ここに元就が入ってるな。で、新山城、さらには水戸屋城、この辺りまでかすめ取りますか。行くぞ。ここで元就の軍勢と合戦に及ぶことになりそうですね。山名と毛利が早速城を合戦を中止しましたね。そしたら和睦の要請が来てるので、備中松山城を手に入れて和睦しましょう。で、信長は騎乗します。戻るぞ。で、そうなると兵を武田側に進めたくなるな。まずは郡上八幡取られてるんで、そうですね、ごめんなさい、先ほど冒頭郡上八幡ではなく岩村城が取られたって言いましたけど、取られたのは郡上八幡ですね。郡上八幡、これ美濃の一部なんで、まあ、ここをまずは奪還しましょう。謙信と一緒になってここの奪還からかな。とはいえ一旦兵を休めたいので、安土の兵が回復したら早速、ちょうどね、上杉謙信に改名が入りましたけど、謙信と一緒に信玄を削っていきましょう。みんな子供が生まれてるな。報告いたします。毛利とは一旦和睦したので、半年間毛利と合戦はできないので、その間に奪われた郡上八幡の奪還を図っていきましょうか。これより表情を行う。で、農業を積極的に上げていきたいんで、農業をいっぱい提案してくれてる人とするとどうかな。この中で言うと半兵衛になるのかな。これで表情を終える。農業が67あれば野戦畜生がいけますね。で、商業も上げたので、これで鉄砲証券上収入上昇中も入れられますね。よし、だいぶ目的としていた施策が打てましたね。武将の数はね、いくらいても困らないんですけど、武将の数が細々と高虎がいますね。欲しいのは何といっても戦国、烈風伝なんですよ。烈風伝はね、どうしても武将の数が欲しいんですよね。取引を行いましょう。ありがとうございました。さあ、そしたら安土城の兵が完全に回復しているので、安土城から報告いたします。兵を発して、先月の収支でございます。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。いよいよ信玄との一大決戦に
お呼びますか。報告いたします。そしたらね、取った城には武将を入れておきましょう。早速東堂高虎とか入れられるんだったら入れておきたいしね。そっか、忠勝とか前線に配置したいな。忠勝をまずは入れる。かしこまりました。前線はね、どうしても戦闘力の高い武将を優先して配置したくはなりますからね。ここも高虎を配置しよう。かしこまった。さあ、これで郡上八幡に兵をじゃあ出していきましょうか。もう今やね、今川はいないので、武田に味方するのは俺の波動を阻む者、生かしても北条ぐらいのはず。そうだね、まあ、佐野はどうでもいいんで、歩兵も入れておきましょうか。かしこまった。かしこまった。まずは何といっても郡上八幡を奪還しましょう。ただ郡上八幡を奪還すると見せかけて、どうだろう。どこがいいかな。合戦としてはね、大規模な合戦に持ち込みたいんで、戦場が大きいところで勝負に出たいんですよね。正幸のこもるところに行くか、松倉城、この辺まで行くとちょっとさすがに、奥に入り込みすぎているかなって感じがしなくもないで、ここはおとなしく、郡上八幡を狙いますか。ちょっと敵の方にね、どうしても陣を取られて不利な状態になるかなとは思うんですが、石田正純は外して代わりにもうちょっと戦闘力の高い武将を入れたいな。数もそれなりに欲しいんで、そうなるとどうだろう。森秀政、元康だな。元康ってつまり家康のことですね。で、鉄砲隊が 1,2,3,4,5,6、 ちょっと鉄砲隊が多すぎるな。秀吉を鉄砲隊をやめましょう。これで鉄砲隊が 1,2,3,4,5、 それでも鉄砲隊の数がちょっと多いかな。常ちゃんも鉄砲をやめますか。これでいきましょうか。そうすると信長、雷連、賢女、藤高、この辺りが鉄砲隊になります。俺に続け。報告いたします。先月の収支です。これより表彰を行う。気に入った。
この辺りは文句なしだな、本当にみんな。これで表情を終える。いうことが、しっかりしてるよね。水路整備はすぐにでもやりましょう。取引を行いましょう。あとは兵糧を買って、ありがとうございました。鉄砲も買ってというところですね。どうだろう、同時進行で飯田城にも兵を出したいところだけど、まずはそうは言ってもそうかな、ここでしっかり信玄を撃破してからだな。でだ、信長の行軍先を急遽変えましょう。出陣する。一人たりとも逃すな。これで陣をこちらに確保した状態で信玄との決戦に及べるので、だいぶね戦局を有利に運べるんじゃないかなと思います。我が力ご覧くだされ。まずここは山あいなんですけど、そこは言ってもやっぱり鉄砲隊の優位性を生かしたいので無人形でいきましょう。で敵の方は正幸、信春、さらに信重、いや精鋭中の精鋭だな、さらに敵に捕まって下った吉成とかも入ってますね。信玄のいる頃の最精鋭の覚悟せよ武士、武田騎馬隊、覚悟しろ、命令してくれ武士よ、さあ行こうぜ、始めよ、参るぞ、行け武士よ、始めるぞ、名簿始めよ。ゲチオ、お、もう出番か。お覚悟願います。俺に続け。まずはね、山を少し越えちゃいましょう。敵の居場所が知れましたな。逃れられる。早いな。後期やりたい。おい、なんでこんなところに吉成がいるんだ、いきなり。どうぞお聞きくだされ。どうぞ急ぎお聞きくだされ。我が策これに、我が策これに、覚悟せよ下地よ、さあ行こうぜ、始めよ、参るぞ。始めよ。鉄砲隊がやっぱりちょっとあまり生きてこないよな、ここが戦場になってると。始めましょうか下地よ。もう出番。騎馬隊も生きてこないね。まあ、ただ陣がある方が圧倒的に有利なんで、どうしてもここを戦場に選ばざるを得なかったんですよね。今ぞ攻め込め。まずいな、藤高が一気にやられるし、馬場信春もいきなり陣を一個潰されてるね。お聞きくだされ。命令してくれ。ご命令を。みんな気を引き締めよ。行け。一応みんな気合を入れろよ。始めましょうか。ご命令を。我が策これに。時には大胆に攻め込まねばな。表裏卑怯と呼ばれるゆえ。見せてやろうか。正幸だったか、ここは。強力だな。松風、矢を放て。突き崩せ。飛行。ただこちらの方もちょっと藤高が危ないので、藤高を一旦下げましょう。これに始めよ。我が策これに始めよ。藤高を守ってあげたいので、この策で常置を前に出していきます。お聞きくだされ。始めるぞ。我が策お聞きくだされ。この策で
勝利をつかむ。ご命令よ。で信玄には秀吉を一応当てておきましょう。当てるだけ。いい風だな。行こうか松風。格の差思い知るがよい。表裏卑怯と呼ばれるゆえ見せてやろうか。さすがに信玄軍再生部隊だけあって強い。策のある者がいるようです。我が策。さこのまま持ってくれればいいんだけど、藤鷹の部隊だ。どうかな。勝てるはずだぜ。さあ行こうぜ。我が策お聞きくだされ。この策で勝利をつかむ。ご命令よ。我が策。そうするとこの剣女が後ろから策のある者がいるようです。これを見てると信玄にさあ始めようか。攻撃されてる感じにはなってくる。これにて幕とさせていただこう。烈火のごとく。今は引こう。逃げないのなら仕方ありません。ここは藤鷹が持たなかったね。あなた敵の居場所が知れましたな。矢を放て。ババヌグハルが縦横無尽に動き回ってるのがちょっとまずいね。お聞きくだされ。我らが力示すは今だ。我が策お聞きくだされ。始めよう。この策で勝利をつかむ。この策で参りましょう。我が策ご覧ください。この策どう思う。負けてやる気はさらさらねえぞ。命を始めよう。ババノグハルの後方撹乱がどれくらいこちらの士気に影響が出るかですね。右翼の後方にババノグハル回り込まれてますからね。見誤ったか。今は引くぞ。烈火のごとく。やりたい。おい。まあ、とはいえやっぱり陣を持ってたのと鉄砲隊が生きて合戦に勝利ができましたね。このまま一気にいくつかの城を取りましょう。かたじけない。まあ、信長バーサス信玄っていうね、これ一番元気な頃ですよね、両方とも。ここは強行で剣士を取ろう。次もあろうぞ。かたじけない。そしたら郡上八幡には別動隊を出しましょう。数はそんなにいらないので、まあそうだな、1万もいれば十分かな。出陣するぞ。で、信長の本体を松倉城に向けて動かしましょう。で、さらにどうだろう、木曽福島とかこの辺にも兵を出しておきたいかな。ただあんまり深追いしすぎるとまた兵糧が尽きるので、ここはじりじりと攻めていきますか。報告いたします。先月の収支です。またここにね、すかさず武将を入れてきます。まあなんといっても最前線になってますからね、今。この最前線では戦える武将をしっかり早めに配置して、いつでも召集がかかれば前線に加われるような状態にはしておきたいですからね。かしこまりました。取引を行いましょう。ありがとうございました。
使いの者が来たようです。武田からか、郡上八幡、織田健城と。ここは一旦拒否しとこう。郡上八幡は何もしなくても取れるからな。さらに松倉城も取れるし。で、信長の本体はさらに諏訪に兵を進めましょう。で、夏まで来てまだ兵糧に余裕があるのはあれだね、大兵力をそこまで動員していないというのと、毛利と和睦して武田攻めに専念しているっていうのが功を奏しているかもしれませんね。取引を行いましょう。今のところ兵糧がなくて苦しむっていう状態は避けられてます。負けてやるわけにはいかぬ。そしたら勝家のこの12,000、まあ、数は少ないですけど、敵が決戦に及ばなければ全然城は落とせそうなんで、勝家の軍勢をそのまま木曽福島に向けましょう。まだ死ねぬのでな。お、森義成が帰ってくるね。これはね、まあ生きるために武田に下ったということだと思うので、そのまま再度迎え入れましょう。高坂正信も最終的にはね、ご覧の能力値なので配下に加えたい。そういう意味ではこのまま逃がして最終的に捕獲しましょう。そしたら深志城まで兵進める。もうそうするとだいぶ信玄の領地に食い込んでいく形になりますけど、報告いたします。これより表情を行う。面白い。これで表情を終える。今回入れられそうな操戦術とかまだいらないからな。だいぶ簡易獲得費用減少を入れときますか。お金をせびってくるでしょうからね、朝廷が。そういう意味でもお金は使っていった方がいいんですよね。朝廷に持ってかれるだけですからね。信玄の軍勢28,000と鉄拳するの、これ危険だな。勝家は一旦行軍して飯田城に回り込む。いやー厳しいな。勝家は一旦騎乗させて合戦に及ぶのはやめておこう。無駄に兵を消耗するぐらいだったらしっかりと報告いたします。勝てるところで勝って国力自体を削っていく。城一つ二つと奪っていけばその分国力差は開きますからね。取引を行いましょう。ありがとうございました。信玄の方がなんでこんなに兵を小出しにしてくるの。これだとこっちがめちゃくちゃ有利に戦っていけますね。そしたらこのまま、そうだな、行軍ルートとしては上原、高遠、木曽、福島、飯田と順次落として撤兵していきますか。取り囲め。志半ばでなんとか兵糧持ちこたえましたね。ちょっとね、時間が長くなってきてるんですが、ちょっとこの武田との合戦のキリがいいところまで、ね、このまま続けさせてください。先月の終始です。取
引を行いましょう。取り計らいます。ここはね、そう、今いる場所ははっきり言って合戦の主戦場になるようなところではないので、まあ、なんといっても隣接しているのが上杉領ですからね。上杉領は今のところ合戦にはならない想定です。いきなりね、その上杉と合戦に及ぶっていうのはない前提で、そこまでね強い武将を入れておく必要はないかなっていう、頭に入れた上で優秀な武将は最前線に配置するっていうね形でいきましょう。はしました。でどちらかというとね、こっちの方に帰ってきた義成を入れてあげよう。多分その汚名挽回とばかりに働いてくれるんじゃないかな。で森一族はねどっかにね配置していたので、多分一族丸ごと配置っていう形には多分できないんじゃないかな。そもそもいないね、そんなに。じゃあ矢沢を入れてくれ。もともと武田側の武将だとは思うんですが、ここは入れておきましょう。あとはこの辺りもね、そんなに切り立って、優秀な武将を配置しておく必要がある場所ではないので、どうしようかな。まあ、適当な人材を入れておきましょう。水の一家でも入れておく。かしこまった。これで一通り武将は入れたかな。上層壁はバリバリ戦争仕掛けるね。まあ武吉は大したことないにしても、参るぞ。ねえ、相当ですよね。これは北条と伊達の戦力というか戦争の行く末が一変するな。今の戦いで北条が勝つと一気に伊達領になだれ込む可能性がありますよね。いや、武吉がここで勝つんだ。さすがだな。海戦では強いですね。
上原城、高遠城、この辺りの武将を入れておかないといけないけど、ここは優秀な武将を入れたいですね。そうなるとどうしようかな。直虎入れておきますか。直親と直虎、直親はなんかすごくあれですね、好青年ぶりになりましたね。やっぱり大河ドラマ女城主直虎の影響をもろに受けてる感じがしますけど。で、高遠城にも武将を入れておきます。で、高遠城はね、どうしようかな。これぞっていう武将がね、いてくれればいいんだけど、それなりにやっぱり戦えても、もし行ってもまだ前線ですからね。まあ、うがいを入れておいて補佐させている意味で、誰か戦える武将が欲しいな。誰かいるかな。板倉でも入れておくか。いや、板倉も決して戦えないね。そうすると石川数正入れておきましょう。今度は伊達が勝利。うん、このあたりは一進一退でね、戦っこう戦局が動かないでいてくれていると、北条がでかくなりすぎるっていうことがなくて助かりますね。では信長は今回の出兵の最終目標ということで、木曽福島を攻撃して、これで一旦兵を休めましょう。長宗我部 VS か、ここは山名にもちろん肩入れしましょう。で、兵は好きなように使ってもらいます。ただし、備中方面、ここはね、毛利との戦いが控えているので外してもらって、鉄砲をもらっておきましょう。福島城に増援を送る余裕がないな、武田側は。そしたら一旦ね、ここで信長も兵を返しましょう。で、その上で一旦交渉して、武田と和睦します。これだけ勢力拡大できれば御の字かなというところですね。いや、だいぶ信長勢力広げたね。で、逆に武田を削りましたね。ちょっと各国の勢力を最後におさらいしておきましょう。まず信長ですが、総兵力40万超えましたね。一方、今攻めている武田はもう4万まで減らしているので、このままガリガリ削っていきましょう。で、ちょっと注意しなきゃいけない北条ですが、それでも16万。伊達が10万ですね。で、一方、毛利。これが19万。で、今勢いのある長宗我部、これが15万ですね。
とりあえず一旦武田はここまですり減らしたので、武田に関してはちょこちょこ攻めつつ、毛利長宗我部、この辺りを睨んでいきましょう。はい、というわけで時間も長くなりましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですねこの続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。